さて、国会は18日が最終日ということで、目下焦点となっておりますいわゆる共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法の改正案の審議が山場を迎えようとしています。昨日のマスコミの報道を見ると、10日間ほど会期を延長してでも共謀罪の成立を狙う、何としても成立をさせるという報道がされておりました。しかしマスコミの世論調査を見れば、多くの国民の皆さんはまだまだ審議が足りないのではないか、慌ててこの国会で成立をさせる必要がないのではないか、こういった意見が大きく広がっています。併せて加計学園問題や森友学園問題に見られるように、安倍一強政治の中でまさにおもりとも言えるような証拠隠しのようなことが行われていることに対して、あまりにもこれはひどいじゃないか、こういった国民の意見も強くなっていて、慌てて文科省内でメールを調査するということが出てくる、まあ、集大と言ってもいいような事態が進んでおります。前川前次官の記者会見などを聞いていても、やはりこの国の政治が行政が力によって歪められているのではないかという疑念が払拭できない。もしそうでないとするならば、きちんと調査をしてそうでないという証拠を示すべきだというふうに思います。さて、焦点となっているこの共謀罪、今日お配りしているチラシには、国際社会からの批判あるいは懸念という記事を書いておきました。国連のプライバシーあるいは自由ということに関する特別調査委員の皆さんから言われていることは、この共謀罪を新設するにあたっても、日本のマスコミの独立性やあるいは国民の基本的な人権自由というものが守られているのかどうかという監視機関が不十分である、こういう指摘がされております。マスコミの独立性の問題について言えば、例えばアメリカでマスコミの皆さんと権力持つ皆さんが一緒に飯を食うだとか酒を飲むだとか、こういったことは全く考えられないそうです。それは権力の暴走を監視する役割こそマスコミが持っているのであって、それが権力に巻き込まれて権力に忖度をするような記事を書く、こんな国は日本しかない、まあ、こういう、まあ、言い方でございます。かつて電波監視委員会というものが日本にはあったけれども、戦後それは総務省の権力の中に入ってしまいました。総務大臣が不都合な報道をすれば電波を停止するなんていうことが通用してしまうような、そういうマスコミの独立性ということが国際社会から問題になっているわけであります。
そしてまた国民の基本的な人権、自由、あるいは権利というものが守られているのかどうかということをきちんと監視する機関が必要だ。それが日本の中では不十分だ。こういう指摘もされております。共謀罪が冤罪を生みやすい法体系であるだけに、こうした国際社会の批判やあるいは懸念ということに対しても政府は真面目に答弁をすべきだ、このように思います。ところが国連の人権特別調査員のケナタ氏の質問に対して国会が終わってから答えるなどというような言い方で逃げ続けているわけでございまして、政府はこの共謀罪の問題について十分な説明が足りないというふうに言う国民の皆さんの、市民の皆さんの意見は至極真っ当な意見だと言わざるを得ないと思います。改めてこの共謀罪の問題点について整理をしておきたいというふうに思いますが、金田法務大臣の資質ということが問題になって衆議院では不信任決議案が出され、民進党の山尾志桜里さんが提案説明をいたしました。しかしよくよくこの共謀罪の問題を考えてみると、金田法務大臣は真面目にこの共謀罪の説明をしている。だからこそ極めて曖昧な答弁になってしまう。この間この共謀罪の国会での質疑を聞いていて思うことは、何が共謀にあたるのか、その場にいてうなずいたり目くばせをしたり LINE やメールで連絡を取り合った、これらが共謀にあたる。あるいは組織的犯罪集団も自然保護団体や平和団体も犯罪を計画をすれば共謀組織的犯罪集団に一変しうる。あるいは具体的な準備行為がなければ逮捕はしない。しかしその具体的な準備行為は ATM からお金を下ろすだとか下見をするだとか、こういったことが例として出されていますけれども、例えば ATM からお金を下ろす行為、これが今夜食べる夕飯のおかずを買うためにお金を下ろしたのか、仮に出刃包丁を買うためにお金を下ろしたとしても、その出刃包丁は魚を下ろすために買ったのか、あるいは凶器として買ったのか、こんなことは外形上全くわからないわけであります。金田法務大臣の答弁はこの法律に基づいて真面目に答弁をしている。だとするとこの法の作りそのものが曖昧だということになるわけであります。まさにこの法律の曖昧であるということこそがこの共謀罪の本質なんです。つまり政府に対して物を言う人間を、あるいは政府が進めようとしている政策に反対の意思を示す人たちを、実際に犯罪が行われていなくても逮捕し捜査をし、場合によっては処罰をすることができてしまう、そういう作りになっているということなんです。実際にそういうことはないということを安倍総理大臣が国会で
何度答弁したとしても法律の作り自体を変える気がないところに、まさにこの共謀罪の本質が示されているわけです。これまでも何度かお話をしてまいりましたけれども、昨年の10月沖縄で新基地建設に反対をしているリーダーである沖縄平和運動センターの山城博司さんという方が器物損壊罪で逮捕されるという事件がありました。通常は説諭して解放をされる程度のことでございましたけれども、152日間に及んで勾留をされる。この間沖縄平和運動センターをはじめとした家宅捜査が行われ、そして拘置所内では留置所内では自白を強要される。こういったことが152日間行われたわけであります。今この日本の法体系の中においても冤罪ということが生まれます。足利事件、深川事件、こういった事件が生まれる。冤罪は実はどうやって作られるかというと、自白の強要と物証の捏造です。冤罪というものは自白の強要と物証の捏造によって作られます。今回のこの共謀罪は実際に犯罪は起きていないにもかかわらず共謀した段階で逮捕し処罰することができるという作りになっていますので、物証はいりません。物証はいらないんです。具体的な準備行為があれば逮捕すると言っています。しかし先ほど申し上げましたように、この具体的な準備行為は日常の生活行動すべてが具体的な準備行為として外形上は何ら変わりがありません。物証がなく、そして共謀ということを証明するためには密告と、そして盗聴、盗撮、あるいはスパイ行為、こういったことによってしか共謀という事実を捜査当局は知ることもできません。すでに盗聴法、いわゆる通信傍受法といいますけれども、昨年の秋に改正がされています。当初この盗聴法は通信事業者の施設内で通信事業者の立ち会いの下で電話回線のあるものに限って、そしてまた組織的な犯罪など重大な犯罪4類型に限って傍受令状をに基づいて通信傍受ができる法律として作られました。ところが昨年の秋の改正で対象犯罪は一般犯罪まで広がり、警察署内で通信事業者の提供する通信データを通信傍受をすることができる法改正が行われました。もしこの共謀罪が成立をすると、共謀という事実を捜査当局が知るためにはこの通信傍受法を拡大をしていく必要があります。先般最高裁で違憲判決が出ましたけれども、 GPS 操作というものも立法によって行われる、あるいはメールや LINE といったネット上の通信もこの通信傍受の対象となる、こういった法改正が必ず行われてくるというふうに思います。共謀罪がいよいよ今週18日を会期末とし、マスコミの報道によれば10日間ほど小幅な延長をしながらこの共謀罪を何が何でも成立をさせたいというのは政府の意向のようでございますが、先ほど申し上げましたようにこの共謀罪が
政府に対して物を言う人間を縛り上げるだけではなくて、今社会の歪みが大きくなっている中で、国民の不満や不安な声を出させない、そんな役割も果たすのではないかというふうに私は危惧をしております。今働く人の4割近く、2000万人を超える皆さんが非正規労働者、そのうちの7割が年収200万円以下、子どもの貧困の問題も大きく拡大をしています。子どもを持つ親の世帯で6人に1人が平均的な年収の半分以下、一人親の世帯では54% が平均的な年収の半分以下、相対的な貧困世帯の中で子育てをしている。高齢者の皆さんの介護の問題も深刻です。介護の制度があっても、結局はお金がないと介護のサービスを受けることができない。今回の社会保障制度の改悪の中で、病院のベッドの数が減らされ、そして行き場がなくなって高齢者が出てくるのではないか、こういった危惧もされています。私は4月に父親を亡くしましたけれども、介護病院に入院をし、そして介護施設を探すために本当に苦労しました。10軒以上も老健施設を歩いたり、有料老人ホームを歩いても、なかなか見つからない現実に直面をいたしました。かように地域包括ケアシステムをこの松本市は全国に先駆けて、地域でなんとか生きていける、そんな社会を作ろうと努力をしていますけれども、現実はなかなかそううまくいかないものがございます。雇用の劣化、非正規社員が増える中で、正社員の皆さんの働き方がまさに命を削って働かなければならない。子どもの貧困、生活保護世帯も160万世帯に増えている。高齢社会における介護の問題、さまざまなこの社会の歪みが大きくなって、国民の不満が大きくなる。その時にこの共謀罪が作られるわけです。私は衆議院で強行採決された夜、私の地元で田んぼでぐわぐわゲロゲロ泣くカエルたちに向かって、八つ当たり的に、うるさい、静かにしろ、共謀罪で逮捕するぞ、こう言うとカエルは一瞬にして静まり帰りました。共謀罪は実はそんな役割をこの社会の中で果たすのではないかと思います。戦前治安維持法という法律があって、天皇制に反対をする思想、私有財産制を否定する思想を取り締まり、逮捕し処罰しました。その結果として、政府が暴走をして戦争に突き進むとき、戦争に反対だという人は全てもう牢獄に入っている。その上でも戦争に反対といえば非国民と言われ、村八分にされる、そんな暗黒社会があったからこそ、現行憲法は私たちに思想と良心の自由を基盤として、表現言論の自由、集会結社の自由を武器として、権力の暴走を止めなさい、それは国民の使命だ、このように憲法は私たちに要請をしているのだと思います。今まさに安倍政権の下で、国民の自由を縛る
法律が作られようとしている。私たちは私たちの自由という武器を使って私たち自身の自由を取り戻すために今こそ声を上げる時だ。残された国会会期末18日さらに10日半ほど延長をされるというふうに言われておりますけれども、今私たちはこの駅前に座り込みを続けながら、あるいはまた街頭からの訴えを続けながら共謀罪の問題点について市民の皆さんに話をしながらお訴えをしています。15日の夕方には駅前で集会も行う予定にしておりますので、ぜひとも関心を持っていただき、ご参加を呼びかけさせていただきまして、本日第491回目の社民党の月曜の声、閉じさせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。